それは逃走。相手は剣さあという戦い方をしてくる方なんでしょうか。まあ何度もいやいやーいつも見る対戦ではあるんだけれども、うー前捨てしたところにちょうど噛み合っちゃった。ここ一回離しちゃおうかな。おおいいね、差し返せた。ちょっとミスりましたこれはヒット確認ね。ここは投げちゃっていいんじゃない。でかいね。ここはよーしめくれないように安全にかかと落としコンボですね、やっていきましたよ。さあ第2ラウンドどうしようかな。止めてる、暴れてくる、てかパナしてくる。まあまあいいでしょ。おおでかいこれ。ここは中立のけじめかな。投げましょう。ああ届かない、昇竜拳危ね。くまあまあ大丈夫だ。あー当たってない、ラッキーやった、これガチでラッキーやった。難しい、やっぱりヒット確認。抜けた、おーしよ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 し、ちょっとガバったプレーはあったけれども危なげなく勝てましたね。よーしよしよしよし、まあ、牽制はね勝てるのいいよ。さあ第2戦目、これ何回もやる組み合わせだからね、牽制はほんと慣れていかないと。いいよ、はっさすがにか。抜けた、おー投げ抜けが危ねえ、あいてー、うわー下がった、いや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 、許して許して許して、信頼は良くない、危ねえ。いやー陣内に壊されるとこあったな。あー遅かった、ラッキーだった。うわー飛びたかったね一回ぐらい、痛い、うーんくぅ、いやータイミング弾打ちが上手だな。まあ、どっかで飛び通すかインパクト通して飛びにリスクを与えたいところではある。あ、こっちじゃない。あら、これは安く済んだか。やめてくれー。破傷撃、投げは通りますよ。昇竜拳、投げは通らない。それは逃走。なあ、通らないあんまこれないですよ。でかい、甘い、今度はミスらない、おいしい、よーし。やっぱりね、ああいう状況の中立巻き締めは本当展開がめちゃくちゃいいから優秀ですよね。さあファイナルラウンド、はしゃいな。うんー特に何も起こらず、でかい、投げる、昇竜拳、わあインパクトか。ここ、これは入れ替えられちゃうな、使う意はしないと。うんー、ここは確定だね。あー当たんないか、ふー痛い、あー投げられちゃった。安いかこれ。これは逃走、よっしゃー、ジャストパリー、お約束のジャストパリーですね。よっしゃー、おいしょー、もう綺麗に決まりましたねやっぱりインパクトジャストパリー取れた瞬間マジで気持ちがいいんだよな。ジャストパリー自体はねかなり賛否あるあのシステムではあるんですけれどもね、いやでも決めちゃったらやっぱり気持ちがいいんだよなまあ特に今回はね CA になってましたからね、かなり手痛いコンボをね決めることができましたね。いやーよかったよかった。ちょっとね玉打ちにかなり後手に回っちゃってきつい試合ではありましたけれどもね、まあ、なんとか我慢ができたのかなっていうそんな試合だったかなと思っておりますよ。はい、というわけで、本日の動画は以上となります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。皆様この試合をどう評価するでしょうか、コメントいただけると大変助かります。そしてチャンネル登録と高評価をぜひよろしくお願いいたします。ではお疲れ様でした。それはどうぞ。